皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校6年生の国語、さまざまな熟語の1時間目の内容です。教科書46ページを開いて、一緒に国語の勉強を始めましょう。皆さん、熟語とはどういうものでしょうか。熟語とは、2字以上の漢字を組み合わせてできた言葉を言います。5年生の時には二字熟語について学習しましたね。でも身の回りには3字以上の熟語もたくさんあります。そこで今日からの学習では3字以上の熟語の構成について学習しましょう。今日の学習では3字熟語に着目し、3字熟語はどのような構成になっているのかを確かめましょう。ここで一度動画を止めて、今日の目当てをノートに書き、書き終わったら動画の続きを見ましょう。まずはじめに画面の三字熟語を見てください。新記録、大自然、長時間、少人数、これら4つの三字熟語は、どのように語が結びついて作られているのでしょうか。ここで一度動画を止めて、ノートに4つの熟語の構成について考えをノートに書きましょう。考えは書けましたか？確認しましょう。新記録は、新と記録で作られていますね。同じように、大自然は、大と自然、長時間は長と時間、少人数は少と人数ですね。つまりこれらの三字熟語は二字熟語の上に一字の語が結びついてできています。さて、二字熟語の上に新や大のような一字の語がつくことで意味はどう変わりますか？ここで再び動画を止めて、意味がどう変わるかを考え、ノートに書きましょう。考えは書けましたか？例えば、新記録は、記録に新という字がつくことで、どんな記録なのかがわかります。他の三字熟語も、上に一字の語がつくことで、どんな状態かがわかります。次の不公平、無制限、未完成、非常識の4つの三字熟語も、例えば不公平は不足す公平のように、一字の語足す二字熟語の構成ですね。ではこれらのような二字熟語の上に一字の語がつく場合はどのような意味になるでしょうか。ここで一度動画を止めて、どんな意味になるかを考え、ノートに書きましょう。考えは書けましたか？それでは確かめてみましょう。不公平は公平ではない。無制限は制限がない。非常識は常識がない。というように、後ろに続く熟語の意味を否定する意味になります。また、未完成は、まだ完成していないというような、まだ何々ないという意味を表しています。では、次の電車賃、時刻表、警察署、養蚕業はどのような構成でしょうか。ここで一度動画を止めて、どのような構成かを考え、ノートに書きましょう。考えは書けましたか？電車賃は電車に賃が結びついて作られていますね。後の3つも同じように二字熟語の後に一字の語がついて作られています。それでは、科学的、近代化、安全性のような二字熟語足す一字の語は
どのような意味を表していますか？ここで再び動画を止めて、どのような意味を表しているかを考え、ノートに書きましょう。考えは書けましたか？科学的には、科学という二字熟語に、適という一字がつくことで、科学のような、科学の性質のというように、何々のような、何々の性質のという意味を添えることになります。近代化の化には、その状態になること、すること。安全性の性には、何々の性質を持つという意味を添える働きがあります。では、次の松竹梅、上中下、市町村のような三字熟語はどのような構成と言えるでしょうか。ここで一度動画を止めて考えをノートに書きましょう。どのような構成か書けましたか？松竹梅は松と竹と梅。上中下は上と中と下。市町村は市と町と村ですね。つまり、一字足す一字足す一字の構成ということになります。漢字三字以上の熟語の構成は、丸一、一字の語足す二字熟語。丸二、二字熟語足す一字の語。丸三、一字の語が三つ並ぶとまとめることができます。それでは最後に練習問題に取り組みましょう。次の三字熟語は今日学習した丸一から丸三のどの構成にあたるでしょうか。ここで一度動画を止めて、それぞれの三字熟語の構成をノートに番号で書きましょう。すべての問題が解き終わったら、動画の続きを見て答え合わせをしましょう。問題は解き終わりましたか？それでは画面を見て答え合わせをしてください。必要に応じて動画は止めてください。答えを確認できましたか？全問正解でしたか？間違えた問題があったら、もう一度教科書やこの動画で復習しておきましょう。さて、今日は三字熟語の構成を確かめました。では、四字以上の熟語の構成はどうなっているのでしょうか。次回確かめてみましょう。最後に、今日の学習を振り返って、身についたことや分かったこと、次の学習で活かしたいことなどをノートに書いて終わりにしましょう。これで今日の学習を終わりにします。